マルチプレーンカメラ4層のセルダイにそれぞれ異なったセルが背景を起立体感を出す。マルチプレーンカメラはセルアニメの制作で使用された特殊な映画撮影用のカメラである。たくさんのセルガをそれぞれ異なった距離に配置し撮影するシステムである。被写界深度の関係でカメラに近いセルガにフォーカスを合わせるとカメラから遠い背景画やセルガはフォーカスが合わない。 状態になり、遠くのものほど霞んで見える、空気遠近法に似た奥行きのある表現を生み出す。また、カメラにつける、レンズフィルター以外にもガラスに、油や透明絵の具で絵を描いたり、セルガに、紙やすりで傷をつけるといった手作りのフィルターを、使用できる。欠点としては画を置く台ごとライティングや作業が、発生し、撮影の準備作業も多いため、 通常の撮影よりも撮影に携わる人数が多かったり、撮影に時間を要した。1926年、マルチプレーンカメラの先駆的な技術が使用された。ロッテ・ライニガーがアニメーション大作、アクメッド王子の冒険のために使用したものである。彼女と共に仕事をしていたベルトールド・バルト氏シは1930年、ザイデアという作品でも類似の技術を使用した。 最初のマルチプレーンカメラは1933年にウォルトディズニーカンパニーの元アニメーターでディレクターでもあったアブアイワークスが発明した水平カメラの前に4層のセル画を配置したもので装置には古い絞礼車の部品を使用したまたその翌年の1934年にフライシャースタジオはセットバック撮影方式という平面のセルの奥に 立体模型を作成し、撮影するという撮影方法を独自に確立させた。これにより奥行きのみならず、背景の立体感をリアルに再現することができた。この撮影方式は、1934年公開の、ベティブープシリーズの一編、ベティのシンデレラで、初めて実用化され、ポッパイのカラー中編のうちの2作品、ポッパイのアリババ退治現代、ポパイ、 ザセーラーミッツアリババ s 4ス、1 9 3 7年などで使用されたほかフライシャースタジオが制作した日本の長編映画バッタクンマチニックでオープニングのミダが使用された最も有名なマルチプレーンカメラはウォルトディズニーカンパニーがアニメ映画白雪姫で使用したものであるこれはウィリアム・ヤリティが発明したもので1937年 前半に完成していた。その高い技術が評価され、風車小屋のシンフォニーは1937年のアカデミー短編アニメ賞を受賞した。ユーリノルシュテインは、ウォルトディズニーで使用されたものと類似したマルチプレーンカメラを現在でも使用している。テレビ番組などの他の表現形態でも、マルチプレーン、もしくはラスタースクロールなどの関連した効果が使われる。 マルチプレーンカメラで生み出された白雪姫は日本の早々期のアニメ界にも大きな影響を与え、持ちながただ人がマルチプレーンを模倣した多層式撮影台を開発。背を構成により、アリちゃん、桃太郎の海橋の制作に用いられた。ありがとうございます。